夜中なのかな、緊急搬送されて、そのまま入院が確定していると。で、葉月さんっていう方のあれが俺はちょっと存じ上げないんで、ちょっと軽口は叩けないんですけど、まあ、結構のリスナーさんがね来るって言ってたんで、リスナーさんと一緒だったと思うんですけど、そのリスナーさんからの、まあ、お話だと思います。はい。で、まあちょっとねっていう状態なんですよね。心配っちゃ心配ですよね。うん。で、結構大きな病院にご入院、夏子さん届いた？まだ届かないか、遠いもんな。うん。ちょっと心配っていうか、で、今回はさすがに病院とかを抜け出してしまうと、エビオさんお疲れ、抜け出してしまうともう非常によろしくない状態のようです。クラウドさんお疲れ様です。まあ前回も前々回もそうだったんでしょうけど、まあ今回に関してはもう、はい、あ、土日だから前ですね。今回ちょっとね、もう皆さん病院を抜け出せとか、あ、そういう煽りもやめてもらいたいなと。もう今回で、あれしないと、まあ、ちょっとよろしくない状態で、実際の余命とかそういう話になってきちゃってるんだと思うんですよ。はい、ちょっと軽口は叩かないですよ。うん、ちょっとよろしくないんですよ。はい。ゆたかちゃん、本当に今回はっていうか、前回も前々回もやばいんですよ。本来は長期入院が必要だったんですけども、てめえのわがままで逃げ出しちゃって、あれですよ、母さんお疲れ。病院出てきちゃってるわけじゃないですか。ですから、もう前回からビタ1も治ってないんですよ。うん。前回、前々回からビタ1も治る、そうですね、豊ちゃんは殴り合いどころじゃないんですね。もう完全にそういうのももう無理ですね。うん。夜中に楽しそうにしてた。はい。もうその後、もう、意識が飛んでますから、ちょっとまずいと思います。はい。と伺っております。肝硬変じゃないです。急性、膵臓の方ですね。急水炎ですね。ね、いただいたら心配なんですよ。ちなみに、お酒じゃないです。これね、最近ハマったグリーンズフリーです。グリーンズフリーです。はい。急性です。もう慢性じゃなくて急性です。あ、もう病院入ってます。病院入ってますけど、今回長期入院を突きつけられてて、それを脱出してしまったらもう、ちょっと言い方悪いですけど、死んじゃったも同然になります。そのぐらいのレベルです。はい。だ、慢性が、もう、慢性なんですよ、本当は。慢性、膵炎なんですけど、慢性膵炎なんですけど、飲みつ、ちょっと一定レベル超えちゃうと、急性になりやすくなってきてるので、この、ね、時期的に、頻繁になってきてますよね。頻繁っていうか、なんて言うんだろう。ちょっとスパンが、おかしくなってきてますよね。はい。もう、絶食、断酒、絶食、点滴生活ですね。そう、大事に至らないと病院行かない人が多いみたいですけど、今回のはもう、目をつぶれない状態で、約3ヶ月点滴。で、どうなるかってことですね。うん。で、この間は、1週間ちょっとで点滴が嫌になって、もう、やめちゃいましたよね。そう、言うこと聞かないんですよ、魚屋さん。大口さん、はじめまして。あ、今病院に来てます。朝から具合悪そうでした。大口さん、さ、豊ちゃんと一緒ですか？豊ちゃんと一緒であれば、ぜひ、ちょっと、もう病院から抜け出すなということをお伝え願えませんか？もうそこで決めてくれと。そこで、決めてくれと。うん。あ、昨日、じゃあ、葉月さんとかに一緒に行ったのは仏様ですかね。はい。じゃあ、昨日から付きっきりなんですね。ご苦労様です。お疲れ様です。はい。で、まあ一応、僕聞いてるのは3ヶ月ぐらいだって聞いたんですけど、どんぐらい入院してました？仏さん。まあまあまあ、今情報いただいてるんでね。うん。で、ゆたかちゃんも言ったんですよ、昨日。俺と電話してるときに、これからリスナーさんと飲み行くんだよ、なんつってて。配信外でですよ。うん。リスナーさん来るんですよ、なんつったんで。あれか、でも。結構細かい部分は週明けか。
そうですね。昨日、豊ちゃん家にいたと思います。来るっつったんで。そういうふうに言ってもしょうがないじゃないですか、知ってて。酒を飲ますって言っても、僕とかゆうくんが行く時もやっぱり手土産にお酒持ってったりもしますんで、そこは一個なしじゃないですか。だからちょっと俺も愛だったなと思ってるのが、ちょっと時期が入院して抜け出してすぐまた倒れたじゃないですか。あれって多分治そうとしてた体にまたメスを入れちゃってるようなもんなんで、で、今回までに至るまで、だいたい2、3、4ヶ月、3、4ヶ月、なんか平気そうだったじゃないですか、仕事してるから。だから、そういった部分では自分も抜けてた部分はあるかなと思って、すげえ反省してます。反省してます。仏さん、ちょっと情報教えてください。何時頃倒れたとか、どうしてこうなったとか、もしあれでしたら LINE でも構わないですし。みんな心配してるんでね。運ばれてるところを撮影してって言われてるから、YouTuber って感じしました。野本さん連絡してください。そうですね、朝方まで飲んでたんだと思います。そうですね、あれからですね、あれから、葉月さんっていうところの人のバーに行って飲んで倒れたっていう状態ですね。で、今回直さないと非常にもうちょっとダメよという宣告な感じで伺っておりますが、至極そう、その通りだなと思いますけど、まさにその通りなんですけどね。大江さん、こんにちは。内藤さん、心配です。みんな心配だと思いますよ。心配ですけど、病院にいる状態では、安心ですよね。病院にいるっていう部分では安心ですよね。ただ、抜け出すんだ、あいつ。オライさん、俺もね、俺、ちょっとうっすら思うんだよね。豊ちゃんって、そんなにガバガバ飲むわけじゃないのよ。家にいるときは、350か2杯ぐらいでもうベロベロになるから。豊は入院できる金はあんの。そこはなんとかなりますよ。僕とかもいるしね。そう、脱走させないように皆さんで協力しようということですよ。脱走しないようにさせるのが、僕らの責務かなと。だから豊かな病院も行きますし。そうですね。仏さん、僕が説得しますよ。僕が説得します。ぶん殴ってでも説得しますよ。説得するしかないですね。